こんにちは、よーくん街ブラチャンネルです。今日は新潟駅周辺の市街地散策という動画でお送りします。よろしくお願いします。まずは簡単に駅の紹介と、そしてこちらの地図をご覧ください。まず新潟駅から磐梯橋方向まで歩きます。で、磐梯橋を渡って古町エリアに行きまして、その後白山公園まで向かいます。で、白山公園からバスに乗りまして水族館の方向に行きまして、その後ですね、ピア磐梯というところに行きます。で、ピア磐梯で食事をした後ですね、最後時メッセというところに行きまして、そこで展望台をこう眺めるような、そういう流れになってます。一応概要欄に目次貼っときましたんで、気になる箇所があったらそこを見てください。よろしくお願いします。新潟駅の乗り入れは白新線、越後線、新越本線と上越新幹線となってます。まず越後線なんですけども、新潟駅と柏崎を結ぶ路線です。で、新越本線は柏崎も通るんですけど、一回長岡を経由します。そして直江津方向に行きます。反対側に磐越西線と直通も含むみたいで、新津駅方向まで電車が伸びます。そして白新線は新潟駅と柴田駅を結ぶ路線となってます。柴田駅より先、上越本線に直通する電車もあります。新潟駅には特急列車も乗り入れてまして、稲穂号、こちらは新潟駅から酒田駅、秋田駅間を結びます。白新線、上越線を経由する特急列車です。こちらは別の駅で撮った動画なんですけども、特急白雪号です。新潟駅から新越本線を経て直江津まで行きます。で、直江津から越後ときめき鉄道に乗り入れまして、上越妙高駅、新井駅方向を結ぶ特急列車です。そしてもうメインと言っても過言じゃないのがこちら、上越新幹線です。東京方面を結ぶ新幹線です。新潟駅はこのように直通する電車が多かったり、こちらの看板はね、何々方面と書いてなくてちょっと迷うところがありましたが、今の話を聞いてね、訪問の際には頭の整理として参考にしていただいたら幸いです。紹介が漏れてるところがもしありましたら申し訳ないです。現在新潟駅は工事中となってます。全在来線を高架化しまして、それに伴いバスや歩行者が駅を挟んでね、南北を行き来できるようにこう利便性を高める目的があるみたいです。で、こちらが新潟駅の構内なんですけども、とても広々として綺麗な空間となってます。他にも駅構内には駅弁屋さんがありまして、海鮮から新潟の美味しいコシヒカリの弁当、名物のタレカツの弁当が売られてます。あとこちら、もう新潟と言ったら笹団子です。ぜひ訪れた際はね、お土産に買ってみると良いと思います。他にはポンシュ館、ここは有名ですね。日本酒が、たくさん味わえる場所なので、ぜひ行ってみると良いと思います。で、こちらスターバックスの上には、心と書かれてまして、新潟駅の駅ビルの名前となってます。はい、こちら新潟駅磐梯口です。先ほど伝えたように現在工事中なんですけども、なんか駅直下バスターミナル完成と書いてありますね。いや、これはね、完成が楽しみですね。で、こんな感じでカメラを回していくと、高い建物が多数ありまして、さすがね、もう政令指定都市の玄関口って感じの風景が広がってます。右側にはこのようにカラフルな看板の雑居ビルもあります。そしてですね、多分ホテルがありまして、今高い建物がこう見えると思うんですけども、あちらが東横インとなってます。多分こちらの東横インの最上階とかに泊まったらね、景色がすごいいいのかもしれないです。で、その東横インの交差点のところにセブンイレブンがありまして、他には餃子の王将とかビッグエコーがあるビルがこちらあります。で、餃子の王将からこちらの通りを見てみますと、とても綺麗な感じで整備されている通りですね。で、先ほどの通りを引き返しまして、今スターバックスと書いてありますが、左手側に新潟駅磐梯口があります。で、こちら新潟駅磐梯口で、で、カメラを少し右に向けていきますと、で、正面に横断歩道がありまして、こちらを渡って向こう岸の道を歩こうと思います。横断歩道を渡りまして、ちょうど僕の背中が新潟駅になってます。で、この通りを正面をまっすぐ歩きまして、磐梯橋の方向まで向かっていこうと思います。もうこの通りはね、商業ビルが多く立ち並んでて、しかも高い建物が結構連なってます。
って見てわかると思うんですけどね、街がすごい綺麗に整備されてます。反対側はガラス張りのビルがあったり、オフィス系のビルが多く目立ちます。で、通りにはね、木が綺麗に植えられてます。で、途中横断歩道から今正面が新潟駅なんですけどね、こんな感じで撮りました。いや、めちゃくちゃ都会ですね。これは道路も片側4車線あります。すごい整備されてる感じです。はい、ではさらに奥に進んでいきましょう。今歩いてきたところをまたカメラを向けてます。で、こんな感じでね、駅から離れるほどだんだん市街地がより強化されていく、そのような感じがあります。はい、で、正面のガラス張りの超高層ビル、新潟日報メディアシップというビルです。新聞社の本社ビルだけではなくて、情報、学術、文化、商業、コミュニケーション機能を合わせ持つ、多機能複合型ビルとの情報です。で、このビルの左側のところにはですね、新潟バンダイの商業施設ゾーンがあります。こちらの建物だけではなくて、左側カメラを回していきますと、こんな感じで通りがあります。で、ここをさらにちょっと奥に行こうと思います。左側はガラス張りのテナントが並んでます。ファッション系が多かったかな。で、奥にはアップルストアもあります。はい、今歩いてきたところを映しまして、で、カメラを左に回していきますと交差点があります。右の商業施設とこちら左側の商業施設が上の連絡橋で結ばれてます。奥にはね、伊勢丹もありますね。で、下はバスセンターと書かれてます。ちなみに交差点の左側もこのように、商業ビルがたくさん並んでる通りがあります。で、ちょっとね、商業施設の上に登ってみまして、広場がありましたんで動画を撮りました。こんな感じでね、おそらくこの建物ほとんどがショッピングセンターになってるかと思います。で、さらにカメラを右に回していきますと、一番最初に映した商業施設がありまして、連絡橋で結ばれてます。他にもこのような施設が周りに立ってまして、連絡橋で結ばれているので、すごい巨大な商業ゾーンを形成されてますね。こちらホテルも直結されているみたいです。で、この施設の中にバスセンターがありまして、ちょっと覗いてみましょう。入りますとスターバックスがありまして、で、カメラを右に回していきますと、こちらがね、バスの乗り場になってます。ガラス張りで、新潟は寒いから、寒さをね、こう防ぐためかもしれないんですけど、このような感じになってます。で、行き先なんですけど、郡山、仙台、山形、東北方面ですね。で、こちらは東京、高崎、前橋、富山、会津若松で、京都、大阪、名古屋、長野、金沢と、このように関東、関西、北陸、信州エリアを結ぶので、とても交通の便がいいですね。ちなみに新潟バスセンターには、中華そばの他にこちら、そば、うどん、カレーコーナーがあります。特に冬の寒い新潟でのバスを待つ間の、温かい食事は格別なものがあるかもしれないです。このバスセンターのカレーって有名みたいで、このようにレトルト食品とかも売られてますんで、ぜひ来た時は見てください。はい、こちらの映像は、来た道からバスセンターに入って、で、バスセンターから抜けた反対側のところに来てます。こちらもこのように商業施設が広がってる感じになってます。で、カメラを右に回していきますと、先ほどの新潟日報メディアシップのビルが見えてきまして、で、駅からメインの通りに戻ります。はい、新潟日報メディアシップのすぐそばにこちら万代橋がかかってます。こちらを歩いていこうと思います。万代橋の下には信濃川が流れてます。川幅がすごい広いですよね。川沿いにはベンチもありまして、憩いの場所になってました。で、奥にはまた、このようにビル群があります。反対側のこちらの信濃川はもうこの先日本海と合流する形となります。では進みまして、万代橋を渡った先の古町エリアの市街地を散策していきましょう。正面にはビル群がそびえ立ってまして、どのような街を形成しているかとても楽しみです。橋を渡ったところにホテル大倉がありまして、で、反対側にはこちら新潟製菓調理専門学校と書かれてます。なんか製菓ってところがね、新潟らしいですよね。他にはこのようなオフィスビルがありまして、もう東京都内のどこかにいるとね、錯覚してしまうほど、めちゃくちゃ都会の雰囲気が出てます。さらに進んだところにこちら交差点がありまして、このような風景が広がってます。さらにここをまっすぐ進んでいこうと思います。
ここから先は屋根付きの歩道になってまして、ビルの玄関口や、お店が並んでたりしてました。はい、でここで新潟市の概要を簡単にお伝えします。新潟市は政令指定都市でありまして、人口が約 78.5 万人です。かなり多いですね。本州日本海側で唯一の政令指定都市です。あと交通の面なんですけども、新幹線で首都圏へ簡単にアクセスできますし、新潟空港も確か市街地からバスで約30分ほどでアクセスできる立地の良い場所にあります。新潟空港は国内便は、北海道の千歳、あとは成田で、名古屋エリアだと、中部国際空港と名古屋空港、大阪エリアだと伊丹、そして関西国際空港で、そしてあと福岡と那覇があります。もう国内の主要都市をね、網羅してますよね。よく日本海沿いの、ロシア極東へ行く際は新潟空港を利用しますよと、聞いたものなんですけども、まさにその通りです。先ほどのバスセンターもね、幅広い地域に運行されておりまして、交通網がすごく整備された都市ですね。はい、さらに進みますと、こちら交差点のところにネクスト21という超高層ビルがあります。中には新潟市の中央区の区役所が入ってたりとか、他にもオフィス、レストラン、展望ラウンジもあるとのことです。でこのビルの下にはですね、新潟の地下街があります。ここが入り口となってます。こちらは西堀ローザという地下街です。中はこのような感じで、カフェがありまして、あとここの通路を左にカメラを向けますと、こんな感じで長い通りにいろいろなお店があります。ちょっと雰囲気がなんかレトロな感じがあってね、そこがまたなんか味わい深いとこです。で今映したとこと反対の方向なんですけど、こちらも長い通路になってます。このようにね、お店がたくさんと並んでます。はい、地下街を出まして、メイン通りから外れて今度白山公園というところに向かいます。はい、こちらの突き当たりが白山公園となります。はい、白山公園の中にいるんですけども、神社とか、音楽文化会館で、体育館、陸上競技場など、様々な施設が入ってます。このような円形の美しい通路があります。白山公園のことを伝えるのには、ちょっとね、僕のボキャブラリーだとなかなか難しいので、概要欄にあの URL 貼っときますんで、ぜひ興味がある方は見てください。で白山公園の中にもう一つ見どころの建物がありますんで、今そちらに向かおうと思います。こちら延期館という建物の入り口になります。門を入りますと、和のテイストをしたね、庭がありまして、その奥に建物があります。中は見学できてお茶も飲めるみたいですね。はい、それではバスに乗りまして、水族館を経由しながらピアバンダへ向かおうと思います。はい、でバスに乗って、ちょっと通過で申し訳ないんですけど、こちらがマリンピア日本海という水族館で、本州の日本海側では最大級の水族館とのことです。はい、バスに乗ってきまして、ピアバンダイというところまで到着しました。魚市場とか、こちらの建物はお食事処って書いてありまして、そのような施設となってるみたいです。それ以外にも敷地の中には飲食店が、多数ありました。で僕はこの佐渡弁慶さんという回転寿司に入りました。はい、こちらで美味しいお寿司をいただきました。こちらサザエのつぼ焼きもめちゃくちゃうまかったです。はい、食事が終わりまして、奥に見える高層のビルがあります。ときメッセと言いまして、そちらまで行ってみようと思います。はい、こちらがときメッセの建物なんですけどね、めちゃくちゃ高いですね。展望台まで行ってみようと思います。ときメッセはコンベンションセンターとかホテルとかね、様々な複合施設となってます。はい、フロアガイドを見ますと、展望台は31階ですね。こちらまで向かおうと思います。
はい、以上新潟駅周辺を散策するという動画でお送りしました。また動画を上げていきますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。